タイボン、大マイン、タイミネ、ドクター中村、ドクター、タイミネは、日本の科学研究者、ジャーナリスト。1960年上海出身。地球物理学広島館異常現象地震予知学、生物医学、社会科学ジャーナリスト、中村総合科学研究所主任研究員、南大技大学客員教授、中国中山医科大学家庭医健康センター。 高級医学顧問及び客員教授。地球プレートリン海鮮断層学説の研究発表者。2003年、当時、アジア中心に人に怯えた、チビアーキュートレスピラトリーシンドローム、非典型肺炎の感染流行背景に、マカオ地方だけは、サーズ感染流行はありえないを発表した研究者である。2006年度、2012年度、ノーベル生理医学賞ノミネート。 1980年代初期から中国科学院ドクタールー・ダ・ジング・両大、アキラ博士の地震予知モデル地球電動物理学を研究、その後東京大学地震研究所丸山高校教授の助力で日本に留学。1994年国立福島大学卒業、後藤北大学大学院地球広志館、電動研究の客員主任として地震の 広島全長理学反応における断層物質と生物の影響についての研究調査を行う。同研究チームの調査分析で大地震、全長反応の2つ、ピーク現象をまとめ発見、日本地震学会にて発表した。1996年、市が率いた研究グループの独自研究で地球電動物理予知学における 大地震の短期予知34マニュアル観測法発表。1997年から新しい分野の生物医学研究に、ゼマで昭和薬科大学、千葉大学、国立中国薬科大学、マカオ公立山頂病院、南大鍵大学等の研究機関の協力、共同研究等を行う。2017年から中国中山医科大学家庭医健康センター。 高級医学顧問及び客員教授。東北大学理学部研究室にて、南大鍵大学で生徒を指導中の大盆客員、教授文部科学省にて、記者会見中の大盆客員教授。右2003年、死は当時、アジア香港、中国に広がった人に怯えた世界的、SARS の流行を背景に独自における伝染流行調査と研究を行った。同年5月4日、 当時の、ふー、ワールドヘルス・オーガニゼーション国連世界保健機関や、世界の伝染病権威の基本認識と、全く正反対の、マカオ地方だけはの伝染流行はありえない、と医学界に驚かせる市の研究発表が行った、マカオ医師会主催の講演大会。その後、発表が8年過ぎましたが、当時、医学界に驚かせた、大教授ただし一人だけの、マカオ地方流行はありえない、 研究説を検証しましたら、結果は、完全に死の発表通りアジアのサーズ流行中心地はマカオ地方だけが、感染者は一人も出なかったことが判明した。評論家の原ン山先生と現代医科学について対談している大本、彼の地震予知書き物を時間かけて精読しさらに再読されるならば、現在においては非常に難しいと思われている地震予知は、 不可能ではないことを確信することができると思います。大自身は予知できる推薦の言葉より鳥山秀夫博士ありがとうございます。